も元気ね。あ、そうそう、今日はミーティングがあるの。ほとんどの人には話したつもりだったけど、聞いてたかしら。あ、やっぱり。ごめんなさい、いそびれちゃってたみたいね。もっとしっかりしなくちゃ。ええ、閉店後しばらくしてからやる予定よ。だいたい15分前後と考えておいて。それじゃ、今日もバイト頑張ってね。5時まで定期的に荷物の搬入を行ってもらうわね。大変でしょうけど頑張りなさい。頼もしい言葉ね。ぜひ行動で証明してちょうだい。さあ、そろそろ到着の時間よ。私はフロアへ戻るからよろしくお願いね。お疲れ様。見たところあまりはかどっていないようね。感心できないわ。基準をどこに置くかでその度合いも変わってくるはずよ。いくら一人とはいえこのペースはあまり褒められたものじゃないわね。休憩後6時から9時までは心を入れ替えて仕事をなさい。冬木さんも来ているようね。これで全員揃ったかしら。はい、全員来ていると思います。遅れてすみませんでした。それでは皆さん席についてください。進行はマネージャーである私が務めさせてもらいます。今週は本日土曜日にミーティングを行いますが、来週からはミーティングを水曜日に行いますので各自留意してください。本日の議題は新規オープンしてからのお客様アンケートについてです。その後、スケジュールについての不備等、各自の意見を聞かせてもらう予定です。それでは始めましょうか。まずは、お客様のアンケートについて。それじゃあ急いで寮へ戻ろうか。
美晴さんか。そういえばミーティングが終わってから見かけないな。あ、美晴さんだったら先に帰るって言ってたよ。みんなで一緒に帰ろうって誘ったらごめんなさいって。ま、明日もみんなバイトだし、とりあえず帰ろうぜ。うん、ともみお腹すいちゃった。帰りにお買い物していこお疲れ様。そろそろ休憩の時間よ。調子はどうなのかしら。そう。手を抜いているのかしら。もう少し真面目にやってもらいたいものね。それとも本店ではこの程度だったのかしら。それにしては開封前の段ボールの数が多いような気がするわね。そうは見えないわよ。この調子で進めて今日中に全ての仕分けが終わるのかしら。多分では困るわ。私は今日中に終わるかどうかの確証が欲しいの。わかるかしら。それと言い訳は見苦しいからやめなさい。本店でのあなたの評価がそれなりだったので期待をしていたけど、今のままでは首をかしげてしまうわ。昨日といい今日といい、もう少し真面目にやってもらいたいものね。言葉の反省よりも誠意は仕事で見せてもらいたいものね。休憩を返上しろとまでは言わないけど、9時まではペースアップを図ってちょうだい。もしも明日に持ち越すようであれば私にも考えがあります。そのつもりでいなさい。お疲れ様。倉庫整理の方は一段落したのかしら。どうしたの？はっきりなさい。一体どれくらい残っているのかしら。そう、わかったわ。それくらいだったら無理して残業する必要はないでしょう。構わないわ。その代わり今日持ち越した分は明日ちゃんと整理してもらうわよ。分かったわね。いい返事ね。それじゃ今日はもう帰りなさい。お疲れ様。
あら、おはよう。あなたも午後からだったわね。ええ、構わないわよ。行きましょう。ええ、いつもは早出をしているだけなのよ。オープンしてから1週間経って、だいたいお客様の流れが把握できて少し余裕ができたわね。でも店長代理は相変わらず多忙のようだけど。そうね、みんなには期待しているわ。そうそう、今日の仕事が終わったら事務所に残っていてちょうだい。スケジュールの打ち合わせをする予定になっているから、くれぐれも忘れないようにね。それと今日の倉庫整理は気を抜かずに頑張りなさい。お疲れ様。もう5時を過ぎているわよ。作業ははかどっているのかしら。なるほど。よく頑張っているみたいね。この調子で行ってもらえると私も助かるわ。でもだからといって今までの評価は帳消しにしたりしないから、そのつもりでいてちょうだい。さあ、これくらいにしておいて休憩にしてちょうだい。9時までこの調子でお願いするわね。ご苦労様。それじゃ早速始めましょうか。先日ミーティングで話をした通り、13、14は休日よ。今週も私の方でスケジュールを立ててみたので、できればこの通りに仕事をしてもらえると助かるわ。強制ではないので、そのつもりでスケジュールを作成してちょうだい。わかったわ。このスケジュール通りで問題ないわね。お疲れ様。ところで話は変わるんだけど、ちょっと質問していいかしら。4号店の寮に大きな露天風呂があるという話を小耳に挟んだのだけれど、それは本当なの？そう、それはぜひ見てみたいわね。明日はお休みだし、少しお邪魔してみようかしら。ありがとう。ぜひそうさせてもらうわ。黙りなさい。姉のいることが聞けないの？
当店では店長とマネージャーがやってたからキャッシャーって一度もやったことがないのよ。ごめんねお兄さん、役に立てなくて。うん、お兄さん頑張ってね。あら、今バイトの帰り？お疲れ様。それじゃ、お願いしようかしら。社員寮へは、実はまだ行ったことがないの。店長代理に会員地図をもらってはいるんだけど、それじゃ行きましょうか。思っていたよりも大きいのね。確か古いホテルを改装したものよね。なかなか立派なものね。ええ、お願いするわ。そんなところで何をやっているのかしら。あら、確かこちらは、あ、どうも、オリエンテーリングの時に会いましたよね。私、ピアキャロット4号店でマネージャーを務める岩倉夏樹と申します。改めてよろしくお願いいたします。あらあら、これはまたご丁寧に。私、木下貴子って言います。ここで働いています。よろしく。今日は店長代理の明美さんに話を聞いて、ここの露天風呂を利用させてもらおうと思いお邪魔しました。あの、ところで管理人さんにご挨拶したいのですが、どちらにおられますか？あ、その必要はありませんよ。もう用件は伺いましたから。ですから、バイトのあなたにではなく管理人さんにご挨拶をしたいのですが。だから管理人は私だって言ってるんですよ。でも確か管理人さんはみそじの女性だと。私の聞き違いだったのかしら。そうね、きっとそう。嫌だわ、もう。あら、それも私。もうすぐ30よ。嘘、とても30前には見えない。てっきり私よりも年下かと。ずいぶんとお若く見えますわね。正直驚きましたわ。まあ驚くのも無理はないかしら。このナイスバディ、10代のような若々しい肉体、化粧なんかしなくてもシミ一つない初々しい肌、どれをとってもとても30間際には見えないわよね。無理もないわ。あら、夏希さんでしたっけ？よーく見るとファンデーションが少し濃いんじゃないの？若いうちにお化粧に頼るのはあまり感心しないわよ。若いんだからそのままで勝負しなきゃ、あたしのように。あら、やだ貴子さん、よくよく見てみると目尻に小さなシワが。
はりお年は隠せないようですわね。むっかー、ちょっと私のどこがおばさんだって言うのよ。ずいぶん言いたいこと言ってくれちゃってるわね、この厚化粧。なんてことを。年相応と言ったまでよ、勘違いしないでもらいたいわね。遠回しにおばさんって言ってるのと同じじゃないの、この色ぼけが。言うにこと書いてなんてことを、この年は。うるさい、この女を殺して私も死ぬ。冗談じゃないわ、やれるものならやってみなさいよ。くー、もう頭にきた。うるさい、あなたは黙ってください。それじゃあお先に上がるわね。